横浜シネマリンは横浜市中区長者町にある映画館である。シネマジャックベッキと共に伊勢崎町周辺で営業を続けるミニシアターの一つ。1955年7月8日、吉本工業により横浜シネマリンの前身となる横浜花月映画劇場が開場した。当時は伊勢崎町や野毛町周辺に20軒を超える映画館が林立していた。 劇場名については資料により、横浜花月劇場、花月映画劇場の表記も見られ、明らかではない。この劇場は1963年に一度、閉館した後、翌1964年に、伊勢崎町のとんかつ店がオーナーとなり、伊勢崎シネマ座の名称で、再オープンした。当初は、東方系の映画を多く上映したが、次第に日活ロマンポルノなど、 成人映画が中心となった。1986年に伊勢崎シネマ座の支配人が同感を引き継ぎ、1989年には小畜系の一般向け娯楽映画を上映する横浜シネマリンとして真相をオープンした。劇場名は映画のシネマと横浜の海イコールマリンのイメージを合わせ物である。その後、シネマコンプレックスの流星や、 劇場のデジタル化の波に乗れず2014年3月31日に休館。閉館の危機を迎えたが、シネマリンの映写機メンテナンス担当から誘いを受けた映画サークル、横浜キネマクラブ事務局長の女性が、シネマリンの運営会社を買い取り、再生を目指した。合議制の難しさから、サークルとしてではなく、横浜市の芸術不動産リノベーション事業の 女性制度を活用した上で個人の人業として行った。建物は築60年を経過しており、雨が降ると壁面から水が染み出し、長期間使用していなかった空調機を試運転したところ館内にカビがまき散らされるなど改装には困難を伴った。映画監督、小津安次郎の誕生日、命日である12月12日をプレオープンとし、 オープニングメイン作品として、ノルウェー・アイルランド合作の映画、おやすみなさいを言いたくてが上映された。プレオープン当日もロビーの床を張る作業が続けられ、内装工事が完了したのは、翌2015年4月のことであった。国道16号と横浜駅根岸道路が交わる、長者町5丁目交差点に面したウェロービルの地下1階に、あり、伊勢崎モールからは一本南側の路地に、 入り口がある。改装前は165席の客席があったが、前方の座席4列を撤去し、102席に現じた上で、スクリーンを大型のものに変え、舞台挨拶などができるよう小さな舞台がしつらえられた。老朽化した3 5トル映写機は、ユーロライブに改装中の渋谷オーディトリウムから購入して取り替えられた。代わりに、シネマリンで使われなくなった座席は、 ユーロライブで使用された。フィルムを扱える映写技師は渋谷のユーロスペースの支配人から紹介を受けた。音響はドルビーサラウンド5.1が採用され、壁面にグラスウールを貼って音響環境を改善し、ロビーの改装と女性トイレの増設も行われた。オーナーと番組編成担当者は新作、旧作を取り混ぜ、 質が高くても上映される機会に恵まれない作品、食文化や女性をテーマにしたドキュメンタリー作品、原子力発電や戦争をテーマにした社会派作品なども上映したいと述べている。ありがとうございます。